オーティス・レーディング・ジュニアはアメリカのミュージシャン。独特の歌唱法でソウルに多大な影響を与えた。ローリング・ストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて第8位。ローリング・ストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100組のアーティストにおいて第21位。九首の選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて第4位。 1960年代初頭にジョニー・ジェンキンズのパイントッパーズで音楽活動を始めソロシンガーとして契約後1962年にジーズ・アームズ・オブ・マインを発表は R&B チャートで4位を記録したその後 I can't turn you loose Satisfaction といった曲がヒットして古いラブソングをカバーしたトライア・リトル・テンダネスは1966年の 代表曲となった。1967年初め、アーサーコンレイとスイートソウルミュージックを共作。レディングのファ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 ,ファやザミラクルズのゴーイングツー、英語ゴーの曲の名が織り込まれた同曲は2月に婚礼によって発表され、全米2位を記録した。同年6月、モントレーポップフェスティバルに出演。このフェスティバル出演後、喉の異変を訴え、 ポリープが見つかり医者から2ヶ月間歌うことを禁じられ、後の曲調の変化に大きな影響を与えた。白人のロックミュージシャンが多数出演するモントレーポップフェスティバルにオーティスが出ることについて、当初は難色を示すものが多かった。オーティスが使用していたアンプは、ザ・フーやジミ・ヘンドリックスが使用していた大音量のものとは比較にならないほど貧弱なものだったが、 黒人のソウルミュージシャンとして、同フェスティバルに出演したオーティスは大観衆の心を虜にし、音楽に人種の壁はないことを示し、大喝采を浴びた。共演した同じスタックスレコード所属で、ブッカーティザ・エムジーズのスティーブ・クロッパーとの共同作業は、ザ・ドック・オブ・ザ・ベイや、ファ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 などのヒット曲を生み、彼のストーリーを育んだ。 1967年12月10日、オーティスレディングとバーケーズのメンバー5人、マネージャー及びパイロットの8名の乗った、走発機、ビーチクラフトモデル18が、次の公園地である、ウィスコンシン州マディソンに向かう途中、ノームで滑走路を見失い自覚の凍結した、モノナコスコーベーエリアに墜落。トランペットのベンコーリーを除く7人が死亡した。 名優のジェームズ・ブラウンは自家用飛行機で移動することの危惧を訴えていたという。事故の3日前に録音されたドック・オブ・ベイは翌年のビルボードで1968年3月16日に週刊ランキング第1位を獲得し、オーティスにとって唯一のビルボード誌週刊ランキング第1位の曲となった。それまでの曲調とは違うため、 スタックス側やベーシストのドナルド・ダック・ダンは戸惑って、いたが本人がシングル化をレコーディング中に望んでおり、俺の初めてのナンバーワンソングになるぜと語っている。1970年代後期、息子のデクスターとオーティス2世は、いとこのマーク・ロケットと共に、ファンクディスコ系のバンド、ザ・レディングスを結成した。アルバムは、キャメオのラリー・ブラックモンによって制作された。 オーティスレディング自身が作詞、作曲に関わった曲に限る。ありがとうございます。